少し休憩にしましょう。さっきまで倒れていたのだから満足に動けないでしょう。気遣ってもらわなくて結構よ。早く行きましょう。気遣う？疲労したまま移動するのは効率が悪い。だから言っているの。周辺に敵の気配はない。では休憩を兼ねて情報を整理しましょう。ちょっと、なんでベータが仕切ろうとしてるの？仕切るだなんて、そんなつもりはありません。こんな状況でも言いがかりをつけてくるなんて。私は提案をしただけです。やめなさい、二人とも。はい。まさかシャドウガーデンと行動を共にすることになるなんてね。シャドウガーデン？それがあなたたちの組織の名前なの？もしかしてあの少年もその組織の一員だったのかしら？いいえ、違うわ。ポチは、彼の名前はシド。どこにでもいる普通の少年よ。そう、きっとディアボロスの意識が彼に向かなければ、私はそのまま突っ込んでいって消されていた。私に力がないばかりに。自分を責めないで。あなたが苦しむと私の胸も痛くなるわ。丁寧に彼を弔いましょう。私も一緒に死を悼むわ。なんかムズムズするわね。あなたたちはシャドウガーデンじゃないの？だったら一体誰？お前たちこそ誰だ？シャドウガーデンなんか聞いたこともない。軽く自己紹介しておきましょうか。私はシャドウガーデンのアルファ。こっちは端から順にベータ、イプシロン、イータよ。私はアレクシア・ミド。いえ、紅の騎士団のアレクシアよ。自分の名はオリビエ。こっちは仲間のデューエとペンテだ。アルファ様、荒唐無稽な話かもしれないのですが、よろしいでしょうか？その荒唐無稽な話はおそらく私も考えていたことよ。彼女たちの姿を目にした時からね。オリビエを名乗るエルフとディアボロスと呼ばれた巨大な魔力の塊。ここはおよそ千年前、過去の世界なのではないでしょうか？そうね。敵の正体が魔人ディアボロスなら、あの強さも納得できるかもしれない。認めたくはないけど。オリビエ、今の話を理解できた？いや、全く。不思議ね。話の内容もだけれど、彼女たちの見た目も。待て、何の話をしているんだ？全く理解できない。理解が及んでいないのは私たちも同じよ。それにもう一つ、よくわからない現象が起きているの。よくわからない？ええ、これもまた荒唐無稽な話になるわ。実を言うと、私の時間が巻き戻ったの。時間が巻き戻った？そうね。仮にそれを時間軸と呼びましょう。一度目の時間軸では、あの場にいた全員がディアボロスと吸血鬼の軍勢に殺されたわ。吸血鬼の軍勢？ディアボロスの援軍よ。私は最後まで立っていたけれど、ディアボロスの手にかかって息絶えたわ。でも次の瞬間、シドが死んだ瞬間に戻っていた。そしてみんなが一度目の時間軸と同じ言葉を紡ぎ始めたの。このままでは同じ未来をたどることになる。そう思って撤退を告げたのだけど。少しだけ変だとは思ったんです。アルファ様は一人だけ冷静でいるように見えたので。信じてくれるの？もちろんです。アルファ様の言葉を信じます。なるほど。イータ？何がなるほどなの？文献で見たことがある。時間を戻すアーティファクトのこと。そんなものがあるの？イータ、もしかしてそれは懐中時計の形をしている？そう、
不思議な懐中時計。やっぱり。何かご存知なんですか？ええ、この世界に飛ばされる前、シャドウと盗賊を買っていたのだけど、盗賊に紛れていたチルドレンファーストがいて、彼の持ち物と思われるアーティファクトが見つかったわ。そしてシャドウがアーティファクトに魔力を込めた瞬間、気づいたらこの世界にいたの。そんなことが。それは不可逆の懐中時計というアーティファクト。任意の場所をセーブポイントとし、保有者はその地点にタイムリープすることができる。タイムリープ。でも私はそのアーティファクトの保有者ではないわ。それなのにどうして前の時間軸の記憶があるの？記憶を保持できるのは保有者ともう一人だけ。そのもう一人がどうやって選ばれるかは不明だけど、アルファ様が保有者じゃなくて記憶を保持しているのだとしたら、必ずすぐ近くに保有者がいる。不可逆の懐中時計を起動させた何者か。あそこにいたのは私たち七影と559。私とクレアさん、ローズ王女、雪目さん、それから彼女たちよ。あの場にいた仲間は自分を入れて10人だ。22人。少なくともね。もしかしたら姿を隠していた者がいた可能性もあるわ。現段階で保有者の特定は難しいわね。不可逆の懐中時計と私たちを1000年前の過去に移動させたアーティファクトは同じものなんでしょうか？イータ、どう思う？アーティファクトには謎が多い。だけど時間を操るアーティファクトは強力で希少。同時に二つある可能性は低そう。そうなのね。だったらまずは不可逆の懐中時計に専念しましょう。不可逆の懐中時計を使えば犠牲が出る前、マスターが死ぬ前に時間を戻せる。シスラもなかったことにできる。そうなんですね、アルファ様。ええ、現に死んだはずの私たちは生き返ることができたわ。ちょっと待って、シャドウが死ぬ前ってどういうこと？そうか、彼女はシドがシャドウであることを知らない。この先一緒に行動するにあたり隠し続けるのも大変ね。だけど正体を隠していたのは彼の意志。私たちがその秘密を漏らすわけにはいかない。だったら、そうよ、彼もディアボロスに負けた。あの少年が消し飛ばされた後、すぐにね。全く抵抗もできず、あっけなく。そんな、あのシャドウが。これでいいわ。時間を戻すことで私たちはシャドウを救えて、彼女たちはシドを救うことができる。目的が一致したわ。それにしても保有者、一連の黒幕は何を考えて私たちをこの時代へ呼び出したのかしら。止まって。ん？この気配来るわ。来るって何が？次はお前だ！なんて重い攻撃！離れて！当たらない！なに？こちらを見ずに攻撃をしてくるとは。何の
予備動作もなく攻撃した。これまでのデルタより冴えてる。野生的な感が鋭くなってるのかしら。デルタの獲物。デルタやめて。どうしてこんなことするんですか。うるさい。デルタより弱いお前がデルタに命令するな。弱いやつ死ぬ、強いやつが殺す、それだけ。それで全部。話が通じない以上倒すしかなさそうね。縛り上げてでもおとなしくさせるわ。とは言ったものの、さっきよりさらにパワーアップしてるわね。もしかすると私よりも。あと2匹。全部殺せ。デルタが殺す。全部殺したらデルタが一番。デルタが一番ならボス褒めてくれる。殺す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 。無尽蔵の体力か。ベータまで5秒だ。それが限界だ。ちょっとあなた。捨て身の攻撃今だ。本当にこうするしかないの。デルタを生かす道だってもっとよく考えれば見つかるかもしれないのに。デルタ、まるで本物の獣のようだわ。仲間を手にかけた意識すら今のあなたにはないのね。殺す。死ね。こんな姿を晒して仲間を殺めてまで生きるのをきっとあなたも望んでいないはずなんて、そんな言い訳をするのはずるいわよね。私は私の判断で、私の意思で。ごめんなさいデルタ。それでいい。自分は所詮ここまでの。デルタ、あなた、自我が。めんなさいでした。でもボスはあんなのに負けないのです。アルマ様なんて信じんの。デルタ、そうよね。デルタ、あなたは彼を信じていた。ディアボロスよりもシャドウの方が強いって。でもその信頼を私が否定した。あなたは私のことも信じてくれていたから混乱してしまったのね。自分がありえないと思うことを信頼する人が肯定する。それがどれだけ残酷なのか。デルタの心を壊すのか気づけなかった。私が判断を誤ったから。イータもイプシロンもベータもデルタもみんな死んでしまった。
手を誤ったか。